鹿木持岡駅は、中華人民共和国広東省広州市白雲区に位置する広州地下鉄2号線、3号線、14号線の駅である。当駅は車両基地が設けられており、2号線と3号線の2路線で共用している。当初計画では2号線が広州白雲国際空港に直通する予定だったが、後に3号線に変更された。鹿木持岡駅は地下2層からなり、1階が地上コンコース、地下1階が14号線の地下コンコース、地下2階がホーム階である。鹿木持岡駅は地上に3路線の共用コンコースがあり、地下1階に14号線専用のコンコースがある。特筆すべきこととして、鹿木持岡駅は2号線で唯一地上コンコースがあることが挙げられる。当駅の駅カラーはオレンジ色であるが、壁面のデザインは一様ではない。2号線と3号線の駅は焼き漆を採用し、14号線の建設に伴い拡張された部分はガラスを採用している。14号線の特徴として、当駅は、転、左官をテーマとし、地上コンコースの柱に、広州特有の文化を表したウォールアートが施され、同時に柱に LED 画面が組み込まれて、広州特有の文化を多次元で展示している。このほか、14号線の地上コンコースは天井に、天窓を採用し、自然光がコンコースに入る設計になっている。乗り換えの利便性向上のため、地上にある共用コンコースの中央部と、地下にあるコンコースの北側で改札が分かれている。その中で2号線と3号線の改札内に、エレベーターが2台、エスカレーターも多数設けられている。階段は2路線の乗り換え専用街に接続しており、2号線と3号線で乗り換えをする乗客の便利を図っている。14号線の改札内には1台の専用エレベーターのほか、多数のエスカレーターが14号線のホームに連絡する。また14号線の地下コンコースにある階段は14号線のホームに直接行くことができるが、2号線と3号線に直接行くことができない。2号線と3号線に行く場合は、一旦14号線のホームに行き、地上コンコースまで上がった後、2号線と3号線のホームに降りる必要がある。このほか、鹿木持岡駅は、コンビニエンスストア、書店、クリーニング店やパン屋等、広州地下鉄の他駅には見られない店がある。また、自動販売機、証明写真機、民生銀行の ATM、カードのチャージ機等のセルフサービスもある。当駅は、公衆トイレやベビールームが改札外に設けられている。公衆トイレは B 出口に隣接しており、14号線の地上コンコース南西端にもある。ベビールームは14号線の地上コンコース南西端にある。このほか、当駅は3号線の体育西寺駅から北側にある、各駅と同様、飛行機のフライトスケジュールが掲示されている。当駅の2号線と3号線は、島式ホームを片側ずつ使用しており、同一方向の対面乗り換えが可能である。また、異なる方向への乗り換えは専用の連絡通路を使用する。なお、14号線に乗り換える際、あるいは14号線から他の路線に乗り換えるときは、地上コンコースを経由して乗り換える必要がある。現在、鹿木持岡駅は3つの島式ホームが並列しており、空港大道の西側の地下にある。その中で2号線と3号線は、東側の2つのホームを使用しており、2号線が内側の1号と2号ホーム、3号線が外側の3号と4号ホームを使用している。また14号線は西側に建設された島式ホームを使用しており、5号と6号ホームとなっている。1997年の広州市場市快速軌道交通専門企画研究では、当駅は2号線の中間駅であり、106国道の付近に鹿木駅として計画された。後に2000年の計画で、2号線の当駅より、北側から空港までの区間は新たに計画された空港快速線の一部となり、2号線は当駅までに短縮させられ、合わせて駅が現在の場所に移動した。空港快速線は3号線の一部となり、当駅は2号線の終着駅となることで確定し、2号線と3号線の乗り換え駅となった。2008年11月3日、当駅は現在の駅名である、鹿木餅岡駅に変更した。当駅が鹿木村と餅岡村の間にあることから、両村の名前による複合駅名となった。当駅は対面の理解ができる駅として計画され、28号線の延長区間にも入った。2010年アジア競技大会を前に、2号線が9月25日に、3号線が10月30日に、それぞれ開業した。当駅は、営業時間は朝の5時55分から深夜の0時23分までの18時間28分であり、かつて甲州地下鉄で最も営業時間の長い駅であったが、2017年12月28日に開業した南左客運港駅がこの記録を上回った。ありがとうございます。